映画監督やられてるんですよねそうですすね、やってます、はい、それはいつどういうきっかけであ映画監督はきっかけっていうか僕は映画監督なんですよ、はい、だからあの小さい頃から映画監督になるって決めてたし、はい、あの小学校の1年生の時の,あの「僕は映画監督になりたい」じゃなくて「映画監督です」って書いてあるし、はい、あのもう当時からちっちゃいカメラ 8mm カメラで映画とか撮ってたし、はい、で大学それまでずっとそこからラグビー っていうものにスポーツに没頭すするんですけど、はい、で高校時代半袖行ってで大学でじゃあラグビーやめて何やろうかって時にあのちゃんとした商業的な映画をちょっと撮ってみようっていうのを撮ったら大根仁さんっていう、まあ、今モテキとか、まあ、バックマンとか撮ってる人なんですけど、はい、そういう人に監督賞っても,もらってそこから、まあ、あの映画監督として、まあ、名前が出て,いただ出て出させてもらうようになったんですけどそれまでは。 別に僕からしたら何も別にちっちゃい頃から今でもやってることは変わんないからちっちゃい時からもうこうアリとか見つけてアリの前にコンペートをずっとこう置いてってで8ミリカメりでずっと追ってそのしつけっていうのをこうやっていう作品作ったりとかあの、ね、みんなあの子供とかおおここに見てるお母さんたちお父さんいるか分かんないけどこれできたらケーキあげるねとか言うでしょもう駄目だ,だ,めだ,めだめあんまり良くない良くないことだからあれはあんまりこう。 だからなんかそういうのをなんか撮ったりとか,かやってることあんまり変わらないですねこう皮肉みたいなのが今でもそうなんですけどそううのなんかこう社会のこういや前やっいやーさあっていうこういうのがすごい好きこうシニカルな感じがすごい好きなんでそういうのはちっちゃい声がずっと撮っててで今でもやっているかなって感じです映像なんか映像がすごい好きでそれちょっと伝えたいことがあって、はい なんかちっちゃい頃からそのなんかその社会とか大,大嫌いで日本とかも本当に嫌いでこう生きなきゃいけないんだとかみんなちゃんと真面目に生きようよとかいうそういう人たちが本当に嫌いなんですよね。真面目に生きようとか言ってるお前が本当に人生をなめてるっていうかあのなんかうーんううんっていう感じなんだけど僕らしたらよくない人のことはまあネガティブに考えることはあんまりない。 しててなくて当時はですごいポジティブに考えてたんですけどこう誰かとつながりたい誰かとこう世界中の人とつながりたい時に繋がれない時ってありますよねいわゆる言語とか物理的にその時に映像っていうのがかなり僕にはすごい衝撃的だったんですねあの小学校の時にポケモンとか,なんかうディズニーみたいなのまあディズニーはもう今でも好きですけどポケモンとか,なんかそういう,もう面白くないアニメーションを見させられててちっちゃい部屋にこう黒い。 暗い部屋にお母さんたちお母さんが仲いい子供たちは別に仲良くないやつを集められてで映画とか見させられてそれは苦痛の時間だったでも家帰ってお父さんがスタニーキューブに行くの「シャイニング」っていう映画を見てたんですよで「シャイニング」見たらもう,もうやっべえなっていうよりもカット割りがーガーガタ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 って3人ちゃうぐるぐる回ってローカでグーとかカット割りやべえ今で言う一点倒しですけどでそういうのやっててこあこれやべえなと思ったんですよねでも そののもんそのそ映像表現もやばいけどキューブリックっていう人間が死んでるっていうのは僕にとってはかなりやばかったそのいわゆる言語っていうと大体僕たちこうやって喋ってる時の言語でこうやってつながるいわゆる1対1での,あの会話っていうのがいわゆるコミュニケーションだと僕はずっと思ってたんですけどあこいつ死んでるってことはいわゆる死,死後もなおいわゆる時間っていうものを超、まあ、越してコミュニケーションを取ることができると僕はその時にめちゃくちゃこれやばいなと思って。 あとは言語っていうものも超えていけるっていうか国境とかも全部超えていけるなと思って彼方はここにまあ僕がいて例えば,例えばそこに女性がいたとしてで、まあ、愛を伝えたいとでもこの人が何人か分かんないもしくは日本人間じゃなくてもいいんですよ別に動物でもいいし宇宙人でもいいしこう何かを伝えたい時に愛してるよって言ったらこれ言葉だから伝えはないじゃないですかでもお花をこう1本1人持っててお花をこうやってあげたら何か伝わるの分かりますこれが僕の中のの中映映像像語語言なんですよ映像語っていうか こう傘雨の日にこうやって傘こうやって上げるっていうかこれ小説だと多分、ね、傘を上げたんだっていうだけだけどこれ傘を上げただけのじゃないじゃないですか映像で言うといわゆるここに愛があったりそのぬくもりがあったりそういうんで「お大丈夫?」とか言ってこう雨でザーッてや,やって「あ,ありがとう」とかこうハンカチ「愛」とか「大丈夫あいい大丈夫だよ」とかそれってただハンカチを上げただけじゃないですよね行為としてはそれが僕の中のえ映像語っていうかでそれを切り取って映像で撮るとなんでここ撮ったのかって やれるし普段気づかないところとかに気づいたりとか、まあ、ストーリーでもそうだけどそういうの僕は映像がすごい好きでそこがあの映画監督っていうかその映像にはまった理由は最初はそこですね映像だけでしかできない表現っていうのはあるっていうか。うん